はい、皆さんこんにちは、今日は1999年モデル BMW R1100RS、クーレタイプのエンジンですね、これのオイル交換をしていきたいと思います。それでは始めます。はい、使うレンチは六角の8ミリですね。これがドレンボルトのレンチになります。これでまずドレンを緩めていきたいと思います。すでに5分ぐらい暖気運転を行って、オイルを柔らかくしてあります。このオイルは約2200キロを走行しました。1年半ぐらい経っているので、まあ、時間交換ということでまだ800キロぐらい大丈夫なんですけども、ここで抜いちゃいます。3.7 リッターぐらい入ってますね。フィラーのところが、ちょっと汚れがつきやすいので、ここゴミが入るといけないので、きれいに、ね、自然に そして専用の工具があればですけども、こんなようなもので、これはオプションのフィラーキャップなので、専用工具があるんですけどもなくしてしまったので、このプライヤー使ってます。そしてこの口の周りもきれいにしておきます。こんな感じです。ドレンのパッキンはアルミのを使ってます。アマゾンで確か2、30個入って何百円からだと思います。純正だとこれ1個で200円、300円するので、こういうので十分だと思います。ドレンボルトの規定トルクは32ニュートンなので、トルクレンチで32ニュートンを測って締めていきます。はい、これで OK です。本日使用するオイルはこれです。コストコで売っているスプリーム SA20W50 シェブロンですね。コストコでって言ったんですけども、最近はコストコで売ってないので、通販で、買ってます。1本600円ぐらいの超格安、鉱物オイルですね。これはもう空冷の BMW の定番になってます。車のなんですけども、車といってもこのバイクはギアボックスがエンジンと別体で、オイルもギアボックスオイルを専用に使っているので、このオイルで車用のでも全然、大丈夫です。快調に走ります。
交換サイクルはだいたい3000キロに1回変える程度でやってます。それでは入れていきます。オイルフィルターを交換してないので、カタログデータ的には 3.5 リッター入ります。これが1本 945cc なので、とりあえず3本入れてしまいますね。はい、オイルを3本ですね、約 2.9 リッターぐらい入れた時点で、オイルゲージが、半分ぐらいになりました。でこれ一度エンジンを回して、それで再度様子を見てみたい、オイルを足すかどうか決めたいと思います。オイルインディケーターの量が、下限値ギリギリぐらいなので、さらに、オイルを足してみたいと思います。徐々にオイルの量がリカバリーしてきて、今半分よりもちょっと切るぐらいですかね。あ、今ちょうど半分になりましたね。ということで、945cc を3本入れまして、2835cc プラス 200cc、3035cc で、真ん中よりも少し上まで来ました。とりあえずこれだけ入ってれば、エンジンが焼き付くようなことはないと思いますので、これで一度走ってみて、後日再度計量してオイルを足すかどうか決めたいと思います。今日のオイル交換の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。